ちょっと研究員の方が送ってくれた私のね、あの昔のブログ消えちゃったというか私が消したんですけど、消す4日前に書いているブログが、ブログを始めてハッピーになり、たくさんの想像をしました。たくさんの同志や仲間にも出会え、やりたいこともでき、夢も叶って、たくさん感謝されて、たくさん愛されて、喜びは数え出したらキリがないけど、でもね、それ以上に、この5年で私が手にした一番の成功、最大に欲しかったもの、私はもともと過度に人の目や反応、他人の評価、どう思われてるかを異常に気にするタイプでした。ハッピーで表現を始めたら、批判されたり否定されたり、根も葉もないことを勝手に言われたり、最初はそんな私にとっては地獄みたいな状況でした。それが下記に記述する意識の段階、ステップを得てどんどん変わっていったんです。1番、スタート時は私が悪い、私がいけないんだ、何でもかんでもとにかく自分のことを責めていました。2番、自分のことを責めるのをやめたら、なんでそんなことを言うのと悲しみに暮れるようになりました。3番、悲しみが終わると今度はなんでそんなこと言われなきゃいけないのと怒りに変わっていきました。4番、怒りが通り過ぎるとふーんと意識はニュートラルに変わり、5番、今度は誤解されることが嫌だという気持ちが強くなり、ただ自分の事実を述べたくなりました。正当性を主張したくなりました。そして6番、それが過ぎた後は全てがどうでもよくなりました。自分を責めることも相手を責めることも怒りも事実を主張したいという気持ちも消えて、嫌われようと好かれようと誤解されようとそこに興味がなくなり、ただただ7番、自分が今この瞬間内なる自分とつながっているかどうかのみしか気にならなくなりました。時間をかけて1から7に変容していったように思います。なぜ私はあんなにも人からどう思われるかに縛られていたのだろうかと疑問に思うぐらいになれた今、分析するとこの思い込みたちによるものからです。現実というこの世界は誰か大きな力を持つ者が作っていると思い込んでいました。力のない私はその中でうまく生きていかなきゃいけない、だから現実に対して恐れを抱いていました。私の価値は誰かに決めてもらうものだと思い込んでいました。好かれることや感謝されること、そんな自分でいなきゃいけない、だから人から嫌われることに対して恐れを抱いていました。私の存在は他人の評価によって左右されると思い込んでいました。素晴らしいと言ってもらえるように評価されないといけない、だから評価されることに対して恐れを抱いていました。同時に表現するということは評価されるということだから、表現することに恐れを抱いていました。世間や社会というものといつも関わっていないといけない、時代に乗り遅れちゃダメだ、そう思い込んでいました。ペースやリズムを合わせていかないと置いていかれる。だから人と関わらずに一人でいることに恐れを抱いていました。神様の言うことを聞かないといけない、神様という何か絶対的な存在がこの世界のルールである、
そう思い込んでいました。だから神様の罰が当たらないようにと恐れを抱いていました。あれもこれもそれも全部が怖くて、恐れの中で右往左往しながら一生懸命に生きてきて、いつも何かに怯えてるから本当のパワーが出ない。その何かを気にしながら、その何かの奴隷となり、不自由さを感じて生きなきゃいけない。でもこれらは私にとっての真実ではありませんでした。なぜならこれらを考えると気分が悪くなるからです。自分の気分が悪くなる思い込みは内なる自己と分離している。反対にこれらを考えると気分が良くなりました。気持ちが軽くなりました。だから私にとっての真実は下記のようなものでした。現実世界は私が作り出している。私の価値なんてものは私が私に対してどう思うかのみで決定される。私の存在は私が存在する以上丸で、誰にも脅かされることはない。私のリズムが宇宙のリズム、罰を与えるような存在など誰もいない。その罰を作り出すことができるのも自分自身だ。ハッピーという存在を通じて5年かけて、私は自分で生み出した幻想から自分を救い出してあげることに成功しました。内なる自己、ソースエネルギー、源、内なる神、ハイヤーセルフ、魂、呼び方は何でもいいですが、その深い静寂の中にいればとてつもない安堵感で、それが一番の喜びでした。世界中からたとえ嫌われても、内なる自分とつながり、深い静寂安堵感の中にいれば何にも怖くない。逆に世界中からたとえ愛されても、内なる自分と離れた状態ならば、その場所はいつ失われるかわからない恐れ、砂の城の上に立つようなもの。結局突き詰めると、私たちの多くがどう思われるかっていうのが足かせになってるんじゃないかなと思います。どう思われるかがなくなると、評価とか失敗とかプライドとか、うまくいってるとか惨めだとか、なんかそんなことどうでもよくなるから、軽く、ただやってみる、ただ体験してみたい、ウェーイってなる。ええ、結論、ただのバカになっていくって話かもしれません。人が何をしていようと、人にどう思われようと、大したことではないと知るのは素晴らしい。大事なのは自分に満足することだ。このセルフイメージで自分の姿を見るとき、私は確かに存在している。エイブラハム。タゴ作時代のこの自分の気持ちがね、これ1から7のステップを得て私も変わってきたよね。そうなんですよ。もう最初はもう本当にもう、なんでこんな批判されたり否定されたりしてなあかんのみたいな。でも何でもかんでも自分が悪いの癖がついてるから、もう地獄でしたね。地獄、もう言われるたびに私が悪いんだみたいな、私がいけないんだみたいな。でもそのエイブラハムの責めなくていいっていうのがあったから、責めるのやめてみたら、なんでそんなこと言われなきゃいけないんだろうみたいな、悲しいみたいになって、でその悲しみが終わったら怒りに変わって、なんでそんなこと言われなきゃいけないのみたいなになって、怒りが通り過ぎるとふーんってなって、でその後に誤解されることが嫌だっていうのが強くなって、正当性を主張したくなった。でそれを経た後、全てがどうでもよくなって、それで今この瞬間に、あ、うちなら事故ともつながってるかどうかだけでいいやんっていうところにありました。そうなんですよ。自分でかけた呪いから自分を救い出せれた、あげたことがこう本当にハッピーじゃになってよかったなってとこですね。だから怒り
のフェーズもあるってことです。絶対ここ通ると思うので、怒りを否定しないであげてください。なんでそんなこと言われなきゃいけないのっていうのって、結構自分の中では強いパワーが出てる時だから良きですね。現実というこの世界は誰か大きな力を持つものが作ってると思い込んでました。思い込んでませんでした。私の価値は誰かに決めてもらうものだと思い込んでました。思い込んでませんか。私の存在は他人の評価によって左右されると思い込んでいました。そんなことないです。だから表現することが怖かったんですよ。表現するって評価されることだから、評価がダメだった時に自分の存在が脅かされるっていう恐怖が根っこにあって、だから表現が怖いんですよね。世間や社会というものといつも関わっていないといけない、時代の流れに乗り遅れちゃダメだ、そう思い込んでいました。思い込んでませんか。神様の言うことを聞かないといけない、神様という絶対的な存在がこの世界のルールである、そう思い込んでいました。罰が当たるみたいなね。思い込んでませんか。このあたりはあれですよ、それを考えるとやっぱ気分が、これで気分が良くなる人はいないんじゃないかな。これ考えて気分が悪くなる、気分が悪くなるっていうことは自分にとっての真実ではない。バチを作り出せるのも自分なんですよ。すごくないですかこれ。バチとかないから。ボルテックスへようこそ。皆さんに来ていただけてとても嬉しく思います。集まって共同創造すること、本当の自分と調和することはとてもいいことです。何も考えず、ただぼーっとしていきましょう。何か考えが浮かんでも抵抗せず、ほかっておいてください。その考えをただぼーっと観察するという視点に立ってみてください。
Thank you.